はいどうも、ドアイスです。今回は、ヒーローモードに来ておりますが、あと、ラスボスをもう一回倒せば、このヒーローブラシを解放できるっていうことなので、まあ、ついでにね、2回目以降だと、ラスボスのセリフが変わるんですよ。ヒーローモードだと若干シリアスみたいな感じだったんですけど、2回目以降は結構ゆるい感じの会話になってますので、それをお見せしたいと思います。まあ筆はちょっと使い慣れてないので、あんまり、まあ腕前の方には期待しないでください。では行きます。まあこの時点でもうすでに緩いんですけどね、ある程度塗っちゃおうか。よし、行きましょう。あれはって分かってるよね、あおりちゃんでーす。もう何回も来ないでよ、あおりちゃん。そのサングラス、こうなったら力ずくでも帰ってもらうから。ヘイ DJ。 うん、まあこいつなんですよね。でまああれは電池ナマズの偽物って感じなのかな。タコツボキングエミックス、はいはい、もう何回かやってるからね。ヘイワサワサギギ、アオリちゃんちょろい、楽屋のサングラスすり替えた。リピートアフターミー、ときめきボムラッシュ、ギギ、ステイチューンアゲイン。アイドルの楽屋に侵入なんざ許されることじゃないですよ。引き打ち、意外と大丈夫だな。あの縄張りバトル、通常の縄張りバトルよりもタンク容量がかなり多いので、まあ触れるというか濡れる範囲はかなり多いんですよね。危ね、油断すると死ぬからな。それでもやって、これは避けられじゃなくて、そういえばヒーローモード収録した時もなんか避けられないって言ってたよね。避けられないじゃなくて、あの返せないなんだよね。まあ塗りつつ、意外と落下死とかもあり得るので、まあそういうのも気をつけながらですね。あ、でも筆だとやりやすいな。これね、ヒーローブラシは北斎と同じ能力なんですけど、これを、1段階強化することができまして。ずるいよ。あおりちゃん、そのサングラス見えてないっしょ。ぬぬ、うるさいうるさい。まだまだ続けるよ。DJ、Keep on dancing。ギギ、OK。で、北斎と同じ能力なんですけど、ヒーローブラシは。でもこれ1段階強化することによって、パブロと同じ振り速度が、パブロと同じ振り速度で攻撃できます。他もヒーローモードの武器は、なんて言います？これ縄張りで使ったらいくらなんでもチートでしょみたいな、そういう能力を発揮しながら戦えるので、結構ね、なんだろう、ストレス解消にはいいような気がする、ヒーローモードは。そういう意味では、まあ確かにあのお金も手に入らないし、あんまりうまみはないといえばないんだけど、まあヒーロー武器解放とついでにやってみるのもいいんじゃないかなって私は思うんですよね。さあ来ましたね、到着。しまった、催眠サングラスが。あおりちゃん、サングラスはもうやめて。4号、あおりちゃんに特製酢味噌が効いてる間に DJ タコアサ将軍をとっちめちゃって。よっ、倍速モードオン。まあ一回やってるからな。なんとも言えない。ただやっぱ広範囲をこの速度で塗り込めるっていうのはかなり
ひえ、9番ボム怖え。縄張りでもかなりの数やられてるからな、9番ボム。ああ、筆だとあれだ。両手パンチをちゃんと両手同時のタイミングで返せるからすげえ楽。返せ。もうちょいかな。たこ焼き。よいしょ。あおりちゃんいい加減にいてんね。うう。あぶね。あと一発か二発ぐらいだと思う。お、シャワーか。割と音で読めるようになってきたな。ヒーローシューター、ヒーロースロッシャー、あとヒーローシェルター解放してるので、まあ少なくともこいつ倒すの5回目なんですね。あと一発ぐらいかな。あれは返せないから、イエーイ。では行ってこい。お目目が酸っぱい。スミソ聞いてる。今がチャンス。あおりちゃん思い出して。歌は世につれ、世は歌につれ。やっぱり私帰らなきゃ。それじゃあ行ってみよう。塩辛酢で塩辛節です。ここは変わらずですね。ガチョコ4号さん、例のバキバキ改造のガチョコです。使い方はわかるですね。 ZR 押し続けてブースト圧を高めて ZR 離す。さあさあ改造ガチョコのかっこいい姿を僕に見せつけてほしいです。よし行くぜ。ちゃんと跳ね返った後もインクの軌道がすげえな。さあまあここは作業みたいなもんだしね。おっ、まあここは塩辛節をねゆっくり聞きながらやるのがいいでしょう、きっとね。おい、まあたまに返してる途中で通常パンチにも当たっちゃうことがあるんで、まあその辺は舐めずにね。危ない。さてあと一発か二発ぐらいかな。踊らずにはいられない。あ、あとこの塩辛節って通常バージョンじゃなくて、なんて言ったっけな、タイトル特の塩辛節だったかな、濃い口塩辛節だったか、そういう名前だった気がします。あと一発ぐらいかな。あら、自分からやられに来るとは残念だね。さあ行きましょうか。まチャージする意味はないんだけど。ではさようなら。ダッチタン。ギギ。またやられた。切ない。はい、終わり。お、地味に記録更新しましたね。
はい。で、まあ、全部、全ステージを、一種類の武器でクリアすると、その武器が解放されますと。いろんな場所でヒーローブラシを使い込んでくれたみたいですね。データもバッチリ、縄張りバトルで使えるような試作品が作れそうですし。完成して認可が降りたら、ハイカラスクエアの僕の店の看板商品にするつもりなんですし。楽しみです。早速、作業に取り掛かるです。というわけで、これでヒーローブラシが、武器地の店で買えるようになったので、まあ、能力は北斎と同じなんですけど、見た目が違いますのでね。まあ、その辺はモチベーションアップにつながるということで。では、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。